はーい、どうも、白滝です。今回の動画は明日、イベント動画チャが更新されるので、更新予想について話していこうかなと思います。で、動画の流れとしては、2月1日の更新情報、2月2日の更新予想、やるべきこと、ベスト9タイトルホルダー、注目選手のコラ画像、契約書開封、この順番で話していこうかなと思います。まずは2月1日の更新情報から見ていきたいんですけれども、パワープロ30周年、プロスピ20周年記念マンスリー感謝祭第2弾、2月19日月曜日の15時から配布が予定されています。で、2月度のキャンペーンは次の通り、毎日 S ラン確実 10% 契約書をプレゼントで、合計で、3個配布されます。開催期間としては2月19日月曜日の15時から2月22日木曜日の12時59分までに、ログインすれば合計で、3枚ね、配布されるので、毎日ね、ログインしてこれらのプレゼントは、獲得していってもらえればなと思います。次に話していく内容が、明日2月の2日にイベントとガチャが更新されるので、予想の方をやっていこうかなと思います。まずはガチャの方から見ていきましょう。2つのガチャが更新されてくると考えているんですけれども、1つ目がベスト9タイトルホルダー第2弾、2つ目がポジション追加、それぞれね、話していこうかなと思います。1つ目、明日ベスト9タイトルホルダー第2弾が更新されてくると予想で、ガチャ内容は第1弾とね、同じ購入3回目6回目9回目 S ランクベスト9タイトルホルダー第2弾の選手1人確定、さらに購入10回目以降は S ランクが出たら、第2弾の選手確定になっています。で、プラスミキサーも更新されてくると思います。で、注目の選手ね、2弾3弾の注目の選手、これは以前、こちらの動画でまとめたんですけれども、注目選手が東選手、16勝している、リーグ専用の投手にはなってくると思います。その他、牧選手、首位打者の頓宮選手、本塁打王、打点王の近藤選手、本塁打王の浅村選手、これらの選手が、プロスペース的にはね、強い能力で、登場してくるんじゃないのかなと予想しています。2つ目のガチャ更新がポジション追加。前回は先発枠、投手が追加されたので、次回は控えの野手が追加されてくるんじゃないのかなと予想しています。イベント予想の方もやっていきましょう。去年2023年、ベスト9タイトルホルダー第1弾から第3弾はどういったイベントで更新されていたのか。第1弾は対決カーニバル、第2弾はスターロード、第3弾はプロスピパークで更新されていました。そして明日2月2日ベスト9タイトルホルダー第2弾ではどういったイベントで更新されてきそうなのか、候補ね、左側に書かれているので見てください。2024年、候補1つ目がプロスピタワー、最終更新が5月の11日、2つ目がプロスピパーク、最終更新9月の22日、3つ目が対決カーニバル、最終更新が10月20日。4つ目がホームランダービー、最終更新が10月25日。これらの候補の中から明日、どれかね、1つイベントが更新されてくると考えているんですけれども、本命の予想としてはプロスピパーク、対抗がプロスピタワーと予想しています。プロスピパークはランダムボックスの件が修正されて9月に登場。プロスピタワーは未だランダムボックスの件、修正されていない。問題があった以降、登場もね、していないので、修正されているプロスピパークの方が、出しやすいと、個人的に考えているので、明日2月の2日はプロスピパークが更新されてくるんじゃないのかなと個人的に予想しています。2月2日のまとめやっていきたいんですけれども、イベントは最終更新が9月22日のプロスピパーク、ガチャはベスト9タイトルホルダー第2弾と控え野手を予想しています。皆さんのね、意見や予想に関しては、コメントで書いていってもらえればなと思います。で、次に話していく内容が、2月1日になったのでやるべきことについて話していこうかなと。メニューボタンを押してもらいまして、ショップ、そしてスピストア、毎月1日の午前3時になればアイテムがリセットされます。 S ランク限界突破コーチ、交換することができるので、必ずね、こちら、優先的に交換していってください。で、補助券に関しては、この後ね、グランドオープンがあるんですけれども、グランドオープン時に
補助券をね8枚貯めれば S ラン契約書と交換することができるので、まあこちらもね余裕があれば交換していってもらえればなと思います。次に話していく内容がベスト9タイトルホルダー2段以降の注目選手のコラ画像を見ていきたいんですけれども、一人目が頓宮選手。2023シリーズ2ではミートが73、76と低い数値で設定されています。まあ今年ね首位打者を獲得したので、ベスト9タイトルホルダーでは能力がアップして登場してくるんじゃないのかなと。でコラ画像を作成している方の能力予想としてはミートから79、77、65、称号のバズーカでミート A パワー A にできる数値で作成されています。まあ頓宮選手はね能力、まあ、アップする選手のね一人になってくると思うので、まあ期待できる選手にはなっているんじゃないのかなと。まあ特殊能力もね超広角打法を持っているので、オリックス純正にとってはまあかなり欲しい選手にはなってくるんじゃないのかなと。2人目が楽天浅村選手。本塁打を獲得した選手にはなるんですけれども、第1弾でアーチスト降格、いわゆる大当たり枠を3名集中させてきたのには何か2弾以降裏があるのか、まあ、サプライズ修正されて登場してくるのか、まあ、期待したい選手の一人になっています。まあ、期待度としては 20% かな、まあ、願望としてはね 100%。楽天ではね、アーチストの選手が、まあ、山崎選手1名のみになっているので、まあ、忖度、まあ、いや、大忖度してね、まあ、アーチストにはね、してほしい、まあ、選手にはなっているんですけれども、まあ、これがどうなってくるのか、まあ、これはね、更新してみないとわかりません。もし仮に、楽天、まあ、浅村選手がね、アーチストになった場合は、まあ、セカンドで、まあ、一番強い選手にはなってくると思います。まあ、守備も良し、また打撃能力も良し、そして特殊能力ね、超広角打法、アーチスト、選球眼はミートをショーアップしてくれる。特殊能力もね、かなり強いので、もし仮にアーチスト、浅村選手が来てくれれば、まあ第2弾は豪華にはね、なってくるんじゃないのかなと思います。まあ期待度としては 20%、願望としては 100%、まあ修正されてほしい、まあ選手の一人にはなっています。最後はこちら、契約書の方を引いていこうかなと。30% ゴールド契約書、まあ、明日に多分ポジション追加もあると思うんですけれども、まあその控え野手だと思うので、まあ今のうちに、岡本選手とかかな、ベスト9タイトルホルダー獲得できなかったので、岡本選手、まああとはその他ね、左側に書かれているので、そちらを見てください。で、A ランクに関しては柳田選手が欲しいんですよ。柳田選手もね、ちょっとリア対用、リーグ用として、まあ、2体持ちもしたいので、柳田選手の A ランク狙いでソフトバンク自チームにしています。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね、川瀬選手、5万人目指して投稿しているので、おお、藤井選手 OK。5万人ね、目指して投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね、通知と大阪倉選手 OK。まあ、この動画に、高評価の方もよろしくお願いします。奈良間選手、さあラスト、小笠原選手、ラストは B ランク、鈴木選手、ご視聴ありがとうございました。